Salut à tous, cette vidéo fait suite à ma vidéo précédente dans laquelle je présente les galeux. Vidéo que je vous encourage à regarder pour bien comprendre de quoi on parle ici. Dans cette vidéo, j'interview Anli, qui comme vous l'avez vu dans le titre, est une ancienne galeux. Donc vraiment, je tiens à remercier très sincèrement Anli, qui se confie à nous, qui nous partage une partie de sa vie, des photos et plein d'anecdotes. C'est une période de son adolescence, je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'adolescence est un peu un moment embarrassant de notre vie, où on a fait plein de bêtises, donc vraiment c'est très courageux de sa part. En plus c'est intéressant parce que pour ma première vidéo je me suis renseigné tout seul. Et là on va avoir l'avis d'une personne directement concernée. Donc vraiment, merci Anli, et bien sûr je compte sur vous pour votre bienveillance, même si je me fais pas trop de soucis. Si après cette vidéo vous avez des questions sur cette époque, ou des questions à adresser à Anli, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, Anli Tokyo. Umare, Tokyo sodachi desu. ギャルとはノリが良くてお祭り好きな女の子をギャルと言うと思います。ある人もいると思うけど、ただ単にギャルが可愛いからギャルになる女の子もいる。人と同じが嫌だからギャルになる子もいるし、すれて親と喧嘩してギャルになる子もいるし、学校行かないギャルもいるし、いろんなギャルがいるかもしれない。いや、それはないかな。っていうよりかは、好きな人がギャルが好きだからギャルになるとかあるかもしれない。何年か分かんないけど、14歳とか15歳、中学3年生からの終わりぐらい、中学3年生の終わりぐらい、中学生のベストフレンドがギャルをギャルサークルに入ってて、それが楽しそうだなって思ったのと、当時エッグっていうギャルのカリスマ本ブックが雑誌があって、それを見ててかっこいいと思ったからなりたいと思った。ヤマンバってよりかはちょっとヒップホップが好きだったから BK ギャルっていうジャンルがあって、 BK ギャルだった。パラパラは踊らなくて、トランスは好きだった。トランスがメインでヒップホップも聴くし、 R&B も聴くし、あとダンスもトランスは踊るけどパラパラは踊らないで、ヒップホップ踊ったりとか。踊るを勉強するためにアメリカに行ったね。行った。1ヶ月だけ19歳の時に1ヶ月行った。イベントチームみたいな感じで、例えば 2,3 ヶ月に1回とかクラブを借りてパーティーをするんだけど、それだけ。パーティーする、お金かかる。その場所代とか、当時なんかパンフレットみたいなのを配ってて、そのパンフレット代とかかかる。なんだっけ面白いエピソード、何かな。面白いか分からないけど、ギャルの時はトランスが大好き、とにかくトランスが好きだったから、トランスエピックとかサイケデリックとかが大好きだったから、収録クラブに行ってた。それも朝10時オープンからラストの5時までずっとお立ち台で水だけで踊ってた、はい、っていう時代があった、はい、分かんないかな。若かったからギャルの時、気にしてなかった。どうだったんだろう。うるさかったかも。なんか朝まで公園でオールして騒いでたから、たくさんギャルたちがいて、公園とかコンビニの前とかたまって喋ってたから、近くに住んでる人はすごい迷惑した。ギャル、今でもギャルだと思う。
え、見てみたいって言われそう。写真見せてとか。びっくりしそう。全然違うと思う。まだサークル入ってない時に友達に入りたいって言ったら、やめた方がいいって言われて、なんでって聞いたら、あの大学生の先輩サークルの人たちがカラオケボックスとかで、あの未成年、高校生と中学生のお酒に目薬入れて眠らせるっていうか、酔っ払って眠らせてレイプするのがいっぱいあった。それで捕まったグループもいて、それはでもそのグループだけじゃなくていろんなグループやってたし、今じゃ考えられないことだけど。あと昔はまだ SNS 全然なかったから簡単に広まらない、みんな知っててもなんかどこに言っていいかわからないし、レイプされたら恥ずかしくて言えないとかあったと思う。みんなやってたと思う。お金ないし、カラオケ行きたいし、プリクラ撮りたいし、洋服欲しいし、でみんなやってたと気がする。普通じゃないけど、普通じゃないけどみんな内緒でやってた。何歳かな、20歳ぐらい、19、20歳かな、20歳ぐらい飽きちゃった。なんでサークルに飽きた。そのイベントサークルに入ってて、なんかずっと毎日同じ繰り返しが飽きてやめちゃった。勝手にね、勝手に思っただけだけど、その時付き合ってた彼氏はギャルじゃない方が好きだと思った。彼辞めた。今はアパレルの PR をしています。今は今で楽しいから別に戻らなくてもいいけど、うん、まあなんか1ヶ月ぐらい戻ってみたい。あとミニスカート履いたりしたい。今日はもうダメ。一人ぐらいは本物いると思うけど全員じゃないと思う。なんかそのマンババは分からないけど、仕事の時だけな気がする。エッグに出てたまさめぐちゃんが好きです。当時有名だった。エッグじゃない、エッグじゃない、違う雑誌でも、エッグほどギャルじゃないかも。プリチョ？そう、あ、プリチョって言うの。ある、いっぱいある。あ、どうぞ、いいですよ。今？ですか。チョベリグチョベリグ、超ベリーグッドです。チョベリバ、チョベリバは超ベリーバッド。ありがとう。